こんにちは、ディッシュの北村匠です。山崎です。スタートヨアジャーニーシーズン3アコースティックギター編第8回目お送りしていきます。この動画は僕たちディッシュの2人がこれからアコースティックギターを始めようと思っている方にギターの楽しさや基礎覚えておくと役に立つテクニックを教えていく番組でございます。はい、はい、ということで今回最終回です。来ましたね、最終回。はい、いろいろやってきたね。てかね、ギターを教えるなんてね、我々初めてなんですよ別に教えれる立場でもなかったりするんですけど。そうだね、なんかこう改めて自分でもこう教えていくうちに理解ができるというか。はい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 、そうっすね。そうだね、まあ本当に基礎の基礎からいっぱい教えていきましたけども、うん、今回は今までの、総復習ということで実際に曲を弾きながら、はい、左手だったり右手だったり気をつけるポイント、コードストローク、そしてアルペジオなどですね、使って曲を練習していこうということでございます。はい、今回はですね、僕たちのファンスラッシャーの方からも弾き語りしてみたいみたいな曲、声が多い、うん、ディッシュの当たり前という曲ですね。はい、当たり前のですね、はい、イントロ部分、イントロをちょっとストロークのアプローチ、そして、アルペジオのアプローチっていう形でちょっとやらせてもらおうかなと思います。はいはいはい、で今回出てくるコードがですね、ニカポで、G、 そうですね、2フレットの2フレットにカポタスで、はい、の G、 G で、まあ、ちょっとまあ簡略的にお伝えすると次が、僕はですね C アド9スです。これは僕好きなんですけど、このコード。次が、ニカポの A マイナー7。 A マイナー7でまた G に戻ってきます。 G、 これだけですか。当たり前のですね、イントロ部分になります。これをいろんなアプローチで今日は皆さんにお伝えして、今までの総集編という形で練習していただこうかなと思います。はい、これを、ライブではで弾いたりしてますね。なるほど。このアルペジオでやった時にこうやって、まあ、G こうやって押さえるじゃないですか。アルペジオでやってくると押さえなくてよかったりするんですよね。まあ、なんならもう弾くとこだけ押さえればいい、ね、そうなんですよ。だから今さっきやった僕 の、 あのアプローチなんかで言うと一番最初はここしか押さえてないです。はい、いわゆるこの G の部分、ニカポの G で、これがもう G なんですね。そうです、もう他全部解放。僕は結構アプローチの一つとしてアルペジオするときはこうやってコードを簡略化するっていうことは結構やったりします。うん、もう弾く弦だけ押さえるっていう、そう、あとまあ鳴らしたい音だったり、あと基本的にアルペジオは一個ずつ弾いてますけど、なんかコードの最初の音とか匠は2本弾いてたりするんですね。そうですね、これ癖なんですけどね、ちょっとよく見ていただくと2本弾いた1本1本2本弾いた1本1本2本弾いた1本1本みたいな、そう、こういうアルペジオ、ね、そう、最初の1音目の響き聞いてください。これこのなんかそのなんかこう2本鳴ってるとちょっとこう1本だけだとコードが分かりづらいけど2本鳴らしたら、あ、うん、このコードだよっていうちょっとより教えてくれる感じになりますね。うん、これをじゃあアルペジオでやってみましょう。指じゃなくてピックのってなってくるとまたちょっと変わってきますね。
ぱりこう指よりピックの方がちょっとこう力強いというか、そう力強いし音になりますね。ちょっと曲の雰囲気違くないですかこれ。そうだね、っていうのと、ストロークでこれをやってみると、はい、って感じになります。で、これに例えばアルペジオを織り交ぜるとしたら、ストロークのパターンとストロークしながらアルペジオも混ぜるっていう。早くしてもいいしね、もうなんかロックみたいに。これはストロークの今速さを変えたんですね。で、このストロークもただ単にこれだけじゃなくて、今ので言うと今のはちなみにここでここをミュートするんですよ。ほう、一回音を切ってんだね。どんどんダンスカスカドンカ。一瞬ちょっとミュートを入れることによってなんかこうグルーヴというかノリが、そうリズムが生まれるんですよね。出てきますね。ちょっといろんな弾き方を皆さん今までこうやって、まあ、8本目まで見てくださってると思うので、トライしてみてはいかがでしょうか。まあ、これで少しでもですね、多くの方がギターをそして音楽を、好きになっていただけたらとても嬉しく思います。はい、もう音に楽しむって書いて音楽なので、はい、いろいろ難しい言葉が出てきましたけど、もう自分がやりたいようにやったらそれがもう音楽なんです。なので本当にもうギターに興味を持った方はギターでもう好きなように曲を奏でちゃっていただければもういいなと思いますので、はい、ぜひぜひ。そして、こういろいろやっていただいたね、なんか曲、じゃ今当たり前のストロークバージョンとかそういうのもね、もしチャレンジしたら動画でもアップしていただければなと思いますね。ハッシュタグ SYJ で、はい、ぜひ上げてみてください。人が話してる時にこうやって裏でギター弾いていくとなんかすげえいい空気になりますんで、はい、今アルペジオで弾いてましたね。もう当たり前のオープニングだけを、ね、弾いてたんですけど、はい、ということでね、これからも末永く、ね、我々と一緒に音楽の旅を続けましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは以上 DISH の北村匠海と矢部雅紀でした。じゃあねー、頑張ってねギター。